林哲三郎は、日本貿易振興機構の職員、日本の外交官。2013年4月2日から、ベネズエラ駐札特命全権大使。福岡県出身。1974年九州大学文学部を卒業し、日本貿易振興会に入る。2003年10月独立行政法人日本貿易振興機構、本部総務部総務課長。2005年4月、財団法人世界経済情報サービス常務理事、事務局長。2006年7月ジェトロソウルセンター長。2008年4月総務部長などを経て、2009年7月独立行政法人日本貿易振興機構、退職。2009年8月1日、日本貿易振興機構理事、エリア支援室、ASEAN、南アジア地域担当。2011年8月1日、日本貿易振興機構理事再任担当。2013年3月31日日本貿易振興機構理事任期、満了退任。同年4月2日から、ベネズエラ駐札特命全権大使、ジェトロ林哲三郎氏講演資料、日韓経済協会テスト版会員専用サイト、2014年6月7日閲覧、ベネズエラ大使に、林氏、日本経済新聞、日経、コム、2014年6月7日閲覧。ありがとうございます。